顔ブリーチ漂白剤とは、漂白、つまり色などを取り除いて、白くするために用いる薬剤の総称。酸化作用、または還元作用を利用して、色素を分解する、酸化剤、または還元剤の一種である。英語のブリーチは古英語のブレイクン、ブリースに遡るゲルマン系の単語で、動詞として、白くすることを指すこともあれば、名詞として、白くする薬剤を指すこともある。 動詞として用いる場合は、ともかく白くすることで、もともとは太陽光を用いて白くすることも、薬剤を用いて白くすることも、どちらも差し得る。名詞として用いる場合は白くするために用いられる化学物質を指しており、これを日本語に翻訳すると漂白剤となる。漂白剤は繊維工業や家庭での衣類の管理や台所用品の衛生処理などに用いられており、 食品添加物の一種でもある。上で述べたように、古くは水と太陽光を用いて漂白が行われていたわけで、あるが近現代で用いられるようになった化学物質の漂白剤というのは、18世紀のスウェーデンのカール・ビル・ヘルム・シェーレ、フランスのクロード・ルイ・ベルトレ、同じくフランスのアントワーヌ・ジェルマンダ・ラバラックらの研究、発見に追うところが大きい。 衣類のシミや食器などを漂白する際に使用する漂白剤。化学物質の酸化反応あるいは還元反応を利用して色素を分解する。この漂白の過程で殺菌作用が認められることから食器や調理器具、布巾など台所用品に用いられることもある。ただし衣類の汚れに対して万能というわけではなく漂白剤が有効とされるシミ汚れであっても 完全に落とし切るまで通常数回十数回繰り返し漂白、洗濯する必要がある場合があるほか、こびりついた汚れの種類によっては漂白剤でも落とせないものがある。各国に法規制がある。日本では医療用、台所用または住宅用の漂白剤については、医療用、台所用または住宅用の漂白剤として、 家庭用品品質表示法の適用対象であり、雑貨工業品品質表示規定に定めがある。漂白剤には酸化作用を利用する酸化漂白剤と還元作用を利用する還元漂白剤があり、酸化漂白剤には酸素系漂白剤と塩素系漂白剤がある。塩素系および還元系は基本的に白物にしか使えない。特に塩素系は生地を傷めやすく、 使っているうちに生地が薄くなっていく、または穴が開くなどの症状が出る。そのため衣類には通常酸素系が使われる。酸素系は白物だけでなく色物にも問題なく使える。粉タイプと液体タイプがあるが、粉タイプのものは液体よりも強力でそれのみでもある程度洗浄力があるが必ずお湯で溶かす必要がある。液体タイプのものは お湯を使う必要はないが、洗剤を加える必要がある。なお、衣類用洗剤には白さを強調する効果を持つ、蛍光剤が添加されることがあるが、これは繊維を染めることによって、黄ばみを目立たなくするものであり、漂白剤とは作用が異なる。海面活性剤、リン酸塩、蛍光剤、酵素などを配合することもあり、日本の雑貨工業品品質表示規定ではこれらに、 ついて、一定の配合があれば表示しなければならないとしている。塩素系漂白剤は、酸と化学反応すると有害な塩素ガスを発生させるため、取り扱いに注意が必要である。日本では、雑貨工業品品質表示規定により、塩素ガス発生試験において午後1時以上、塩素ガスを発生するものについては、混ぜるな危険や塩素系と、 特別注意事項表示を規定に定められた色で、数一定の大きさ以上の文字で表示しなければならない。字や塩素酸を含む漂白剤を酸性の溶液中に存在させることが問題なので、同系統の漂白剤を混ぜても塩素は発生しない。注意を要する例としては、オート物のついた床などの消毒やオート物の付着した衣服、シーツの漂白などのために、 オートブツに塩素系漂白剤や同等の成分を持つ消毒薬を塗布、散布するとオートブツ内の遺酸と漂白剤の反応により塩素ガスが発生する。漂白剤は塩素系、酸素系とも酸化性物質として航空危険物に該当する。国際的なケアラベル取扱いへ表示ではすべての漂白剤による漂白が可能な場合は記号、酸素系、 非塩素系漂白のみ、かの場合にはに、斜線2本が入った記号、漂白剤による漂白ができない場合はに印を重ねた記号が表示される。ほとんどの洗剤メーカーが製造、販売を行っている。食品添加物としての漂白剤は、食品中の天然色素、及び、ペン物質を分解、または変化させて脱色する目的で使用される。 対象食品には、かんぴょう、こんにゃく粉、水飴、寒天などがあり、それぞれ使用基準が設けられている。還元性の漂白剤を用いると、空気中の酸素に反応して、食品の色が元に戻ってしまうことが多い。食品を漂白する目的は以下の2つである。ありがとうございます。